渋市参上。あ、ご苦労ご苦労。今日も遠いところからご苦労。うん、今日のこの時間をまあちょっと考えてちょっと楽しく過ごそうではないか。なかなかの忍者というものは喋りが下手なのだ。いつもの無口でいてるからの。だからみんな退屈してないかの。うん、この場は十だから、君、あ、星さん、うん、君十に発言してくれたの。あ、君も十に発言してくれたまえね。まあ仲良く頑張っていこう。うん、今日はのちょっとこんなのが来ておる。うん、何かのこれ。うん、相手の気持ちになる。うん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 、うん、なんとなくわかるの。次、何事も半分。何事も半分。次、勇気。勇気の、これはもうみんな知ってるの。次、宵越しの金は持たぬ？持たないか。宵越しの金は持たない。うん、次は、人生の荒波、山あり谷あり。うん、見たかの。うん、今日はどれにしようかの。そうだの、ちょっと面白そうなのもあるが、もう今日はの、みんな知ってると言うた、みんな知ってるの、知ってる勇気。積極に向かっていく。これがあるの。これちょっとやってみようかな。だこれ、勇気いくと。うん。あとはまたの、今度。うん。勇気。これはの、ちょっと地の勇ましい木、まあちょっと荒々しいの。これ男があるんでの、まさに男の木。よく昔からの、女性はなよなよしてるとか、なんか弱々しいことを言ってる。だから男がついてるのかの。男の木だの。今の時代はの、これは昔や、男じゃない。今は女、女性の方。うん、強い方もおられる。立派な方もいてはる。私のの、母親も、うん、素晴らしかったの。
私も女性には負けておれぬ。うん、そこで勇気、ちょっと話し合いしようか。うん、うん、君勇気、なんかややこしいの勇気って。何か勇気ってあるのかないのか、どこにあるのか、ちょっとわからにくいの。ましてや よく木での勇気の木、これは忍者で言えばの勇気というのは、忍者の忍は刃の下に心と書く。刃の下で、研ぎ澄まされた刃の下で心を磨き、いざ一瞬をチャンスに変え、生き延び手柄を立て、というような仕事なのだ。だから忍者としては勇気というのは、まあ友達みたいなものかの。まあ当たり前と言おうか、勇気なければ忍者にはなれぬ。うん、巷ではの、うん、気は小さいとかの、まあ気が大きいとか、そういうことよく言われるが、なかなか気というものは難しいものだ。うん、人間心細くなる、誰かに反対される、風船のようにの、どん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 小さくなるんだ気は。反対にの、褒められ皆からすごいのと言われるような時があれば、気はどん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 大きくなる。まさしく生き物のようだ。だからの、小さい気の人は大きくなるように、毎日気を、勇気の気を鍛えなばならぬ。そしたらの、いざ何かあったときに勇気が出てチャンスとするのだ。うん、これもどうだ勇気。うん、うん、人を助けた。うん、川に飛び込んで、すごいの、それは勇気だ。でもの、気をつけなければならぬ。ちゃんといろんなことの見て確認してから、そういうことは行ってくれ。うん、君は、うん、ああ財布を拾った。うん、警察に届けた。うん、これも勇気だ。さすがだの。ん？あ、泣いてる子供？うん。あやす？うん、これもの、これも
まあ勇気のうちの一つだの。みんなが自分の勇気を磨いて、まあ楽しくやっていこうじゃないか。うん。まあ何かいざという時のためにの勇気の木、男の木、うん、まあ頑張っていこう。でもの、もう一度見てみよう。下に書いてる積極的に向かっていく勇気というのはこれだけではダメなの。よくのまあ夏山冬山などで遭難したりよく聞くの。これもまさしく勇気のいるところじゃの。もし自分に勝てないと悟った時には速やかに逃げるが勝ちじゃ勇気とはそんなものだ。逃げるが勝ち、これも勇気なのだ。何も向かっていくばかりではない。うん。よくのありとゾウと戦ったらどちらが強いというような何かそういう話があったりするの。アリも何万匹何十万匹いてたらの、ゾウ一匹には勝てるかもしれんが、一対一ではなかなか難しい。その時にはの、引き際が肝心じゃ。そこんところの引き際も考えて、前に進むか後ろへ戻るか、それもどちらも勇気だ。だが一つ言っとくのは、いざという時に出す勇気を磨いておく。うん、頑張ってくれ。それでは、みんなありがとうな。また会おうで。うん。じゃあ、また会おう。さらばじゃ。